多治見市モザイクタイルミュージアムは岐阜県多治見市笠原町2082-5にあるモザイクタイルの博物館。2016年6月4日に開館した。一般財団法人多治見笠原タイル館が指定管理者を務めている。1枚の表面積が50平方センチメートル以下のタイルをモザイクタイルと呼ぶ。最盛期の土岐郡笠原町には100以上のタイル工場が存在し、多治見市に編入後の2018年時点でも生産量、シェアともに日本一である。タイルコレクションを中心に地域で培われてきたタイルの情報や技術を発信する。2006年に多治見市が土岐郡笠原町を編入合併すると、合併の際に新市建設計画と第6次多治見市総合計画が立案され、笠原町役場跡地にモザイクタイルに関する博物館が整備された。1960年代までは多治見市立笠原小学校があった場所である。総事業費は12億円であり、合併特例債が使用されている。合併から10年後の2016年6月4日、多治見市モザイクタイルミュージアムが開館した。開館前には、年間25,000人の入館者を見込んでいたが、開館後の1ヶ月で入館者が1万人を超える人気ぶりであり、開館2年目には累計入館者数が30万人を超えた。設計は自然素材を取り入れた建築が特徴の藤森照信であり、タイルの原料を掘り出すサイド場をモチーフにしている。藤森は街の中には土を取る場所がポコポコあり、それをイメージして外壁に土を塗り、タイルをはめ込んだとしている。鉄筋コンクリート造り4階建てであり、延べ床面積は1925平方メートル、敷地面積は6789平方メートル。ありがとうございます。